おはようございます、高野くもですで、えー、以前私はですね、ジャズの選曲どうしてますかというタイトルの動画をアップしたんですけれども、いくつかコメントいただきまして、その中のいくつかを紹介させていただいているんですが、ね、過去にね、まだ紹介しきっていなかったので、今回はですね、飛のま正人さんからのコメントを紹介させていただきたいと思います。えー、飛ぶ田んぼの野原、飛だのさん、ひ田のさんってものかな、で、あの正しい人と書いて、正人さん、正人さん、ちょっとひ、 かちょっとごめんなさい。わかんないんですけれども、まあ、ひだのまさひとさんと、えー、読ませてください。ひだのさんからのコメント紹介しますね、えー。高野さんに似てるかもしれません。対抗概念選曲と勝手に銘打ってます。対抗概念、かいで選曲。で、パッド・メセニーのエレキギターカッコ、流れてこってりを聞いた後は、アルバート・コリンズ、カッコ流れずこってり。 あなるほどね <laughs>、うん。を聞いて、その後は、ダイヤストレイツ、流れてあっさり。同じパッド・メセニーのアコギ、カッミズーリを聞いた後は、トニー・ライスのブルーグラス、カッケンタッキー、なるほど、<laughs> ミズーリー、ケンタッキーね。その後は、ジャンゴみたいな、マヌーシュ系、カッフランス。その後は、マイケル・ヘッジスのウィンダムヒル、カッ雲の上、<laughs> ウィンダムヒル系、<laughs> なるほど、<laughs> 雲の上ね。で いわゆるジャズはマイルス、ノー、狂言の後にパーカー、カ歌舞伎その後はロリンズ、落語を聞いてその後は文句、前衛舞台その後はホレス・シルバー、浪曲とか自分にとってある要素属性に着目し反対だ対極だと勝手に思っているのをつなげます。内はあくまでで私の試験です笑いこれう,うまいねマイルスがノー、狂言。で まあ、パーカー歌舞伎、その後ロリンズ落語、なるほどで。文句前衛舞台、なるほど。で、ホレスシルバー浪曲、なるほど。って。まあ、もしかしたらロリンズは落語であり浪曲かもしれませんけど、なるほど、なるほどって思いながら私は読んでいきました。で、私はこのように返信しました。ラベリングの達人ですね。マイルスが脳狂言。パーカー歌舞伎、ロリンズ落語、文句前衛舞台、ホレスシルバー浪曲。いやー、素晴らしい。ぴったりじゃないですか。ってね。 これねう,うまいなあと,思いましたあとこう例えば選挙区でこう地域別にねラベリングしてねミズーリケンタッキーフランスみたいなあと雲の上とかね、うん、あとは。 あの流れてこってりで流れずこってりとかね流れてあっさりこういうラベリングつけながら選曲していくのも面白いかもしれませんね、まあ、自分自身勝手な思い込みでラベリング私も結構したりしていますけれどもこのラベリングの便利なところってこういうようなあの勝手な自分分類ができるのでその分類であの次のかけるアルバムというのを うまく思い浮かべるための一つの ななんていうか助けにははるるような気はするんですで、ね、まあラベリングって言ってもいろいろあってねあの日田野さんのように土地だったりとかニュアンスとかでラベリングすることもあるかもしれませんし他の表現ジャンルとしてラベリングすることもあると思うしあとはまあ一般的なラベリングとすだとするとこうレーベルでこうラベリングして分けていくと今回はじゃあちょっとこってりブルーノートをかけたからじゃあ次は あっさり透明 ECM にしようかみたいなねそういうラベリングによってその対局概念として選曲することができたりもしますしあとあのフォーマットですよねあのトリオとかカルテットとかクインテットとかあるいはビッグバンドとかね今回はちょっとベイシーのビッグバンドであのスカッといったガツンといったからじゃあ次は 少し編成を少なめにしたらデュオにしようかみたいなねピアノとギターのデュオをかけようかとかねそういう風な形であのうまくメリハリをつける一つの補助線にはなるんですよねラベリングうまいなと思いましたねで多分おそらく多くの人も無意識にやっ やってるるような気がすすんですあとリーダーとかねベースがリーダーのアルバムだったからじゃあ次はトランペットがリーダーのアルバムにしようかとかそれも一つの選曲を考える際の参考になったりもしますよねあとは時代とかねちょっと90年代のジャズをかけたから次はこの50年代のジャズにしてちょっとねリズムのスピード感のニュアンスの違いを味わおうなんて思ったりするかもしれませんしね。 あとは国だったりとか、まあ、いろいろラベリングありますよねだそれでじゃあ今日はギターの気分だから思いっきりギタリストがリーダーのアルバムを聴いてみようそれもいろいろな編成でっていうような感じでねこう自分で聴く曲だったりとかアルバムの順番をあの考えてみたりするのも一つの楽しみかもしれませんよねだから、まあ、感覚でこうあの つなげていく場合もあるしあーこれ聞いたから次はこんな感じが欲しいなってことで、まあ、無意識にあの手が伸びるっていうことももちろんあるかもしれませんしあるいはこうやって思い浮かばない時とかっていうのはそういうラベリングした言葉によるあの 定義でいいと流れれを作っていくっててくうのももあるかもしれませんよね、まあ、そういうのがとてもねうまいなと思いましたね、平野さん。特にね、文,文句、前衛芸術、前衛舞台っていいね <laughs>、と思いましたね。で、さらにそれが発展するとセシルテーラーになっていくんでしょうね、前衛舞台っていうことでね。いやー、なかなか面白い。 あれだと思いました。どうもありがとうございました。で、もう一名紹介しますね。ハッピーターンさんからのコメントです。ジャズファンってかなりアルバム持ってる人多いと思います。実際100枚超えたりすると、聞くより保有することが生きがいとひねくれた状態になってくる気がします。はい、その通りだと思います。で、例えばプレスティ時代のコルトレンやマイルス全部集めるぞってなったり。 聞き始めたばかりの時は本当に隅から隅まで聞いていたのに、そこまで聞き込むことがなくなったりします。ダメですね。でもいきなりフラッシュバックしたみたいに、ああ、バーブのマイナーなバドパエーのあのアルバムにあったはずだと必死に探しまくって聞いたりとかですね。で、私は、うん、そうだよなと思ったので、100枚超えたりすると聞くより保有することが生きがいとひねくれた状態になってくるに対して、わかるわーとコメントしました。 さらに、聞き始めたばかりの時は、本当に隅から隅まで聞いていたのに、そこまで聞き込むことがなくなったやりしますに対しても、本当その通りなので、わっかるわーと返事してますね。で、さらにあ、あのアルバムあったはずだと必死に探しまくって聞いたり、というコメントに対しても、わっかるわーとコメント返ししてますね。で、わっかるわーばかりですみません。でも本当にその通りなんです。多分私以外にもそういう人少なくないはず、ジャズ好きあるあるかもしれませんね。というね。 返事しましたまさにね100枚ぐらいまでそう隅から隅まで聞いて暗記するほどもう口から無意識に出てくるぐらいまで聞くんですけれどもフレーズがね。だけど 確かにね、100枚か200枚かちょっとわかんないですけど、なんかその境界線ってありますよね。そこを踏み越えちゃうと、もう1回か2回聞くとよりチェックしておしまいみたいなね。あ、これはこんな感じでって、ね、頭の中になんとなくこうメモみたいなことをキャッチコピー1個か2個ぐらいね。あ,あっさり気味のカルテット、ワンホーンカルテットとかね。それでちょっと塩味、あのたまに 聞こうかなぐらいな風に頭の中にメモしてしばらくもう寝かしてそれで持ってることすら忘れてしまうような CD が私の場合も増えてきていたような気がしますね。でなのでまさにね、あのジャズ劇あるあるなことをね、こうハッピーターンさんはついてきてるなーなんて思いましたね。いやーなんかね 皆さん、面白いね、いろいろ触発してくれますね。いや、こう、また選曲に関してもね、いろいろ皆さんのご意見というか考え方がすごくね、うん、本当その通りだよと思ったり参考になったりとかして、すごく面白いなぁなんて思いましたので、まあ、もしね、まだ、あの、選曲に対していろいろ一過言ある方はですね <laughs> あの、書き込んでいただければと思います。ということで、今回はですね、ジャズの選曲どうしていますかというコメントにいただいて、 たコメントとか動画にいただいたコメントをアニメ様のコメントを紹介させていただきましたということでまた他の動画でお会いいたしましょうそれならバイバイよ